その映画祭を撮影した貴重なビデオを発見しました。現場にいたある人に証言をお願いします。結構常連俳優のこの人です。89年の6月に、まあ、ローマ国際ファンタスティック映画祭っていうのは、まあ、僕も初めて行ったんですけども、まあ、もちろんヨーロッパの客層は、ね、非常にこうノリがいいんですよ。で、まあ、上映中も受けてるなと思ってこう、見てたんですけども、まあ、当然僕はその誰が審査員やったかもそんなのも全然知らないで、まあ、とにかく出しっぱなしで、もちろん期待なんか何もせずに待ってたんですけどね。まあ、願わくばなんか1行ぐらいのコメントで気持ちはわかるけどもっと頑張ってねぐらいのなんかコメントでもいただけるかなと思って、グランプリ鉄男というアナウンスがあって、まあ、最初聞いた時あまりにびっくりしたというか、びっくりしたところまでもいかず、そんなバカなとも思わず、なんかははははと笑った記憶があるんですけども、この女性はスタッフの方なんでしょうか。当然僕らはそのお金がないんで現場に行ってないんですね。その年はね、誰も鉄道関係者が行ってなかったんで、で、ステージにこう上がるやつがいなくて、こう一瞬間が空いて、なんかこうざわざわっと、どうしたんだみたいな感じになって、誰か別の方が授賞式に日本人の方がその盾を取ってくれたっていうビデオだったんですけど、この瞬間から塚本映画は加速を始めたんですね。瞬間はちょっとこう最初はあっけに取られたんだけども、それ聞いてるうちにこうなんか、背筋がこうゾッとしてきて、